引けか。引けでいいとこなかったぞお前。そんな行ってない気もするけど、まあダムとか行けでいいとこねえな。カメラ持って歩くの。見てきて。何を見てくるの。霊感的にどうです。なんでカメラもカメラ。なんか撮れそうだったな。無理だよ。よく撮るしかねえよ。ああめんどくせえ俺。そんな便利なアイテム装備するから悪い。はい、では行きましょう。はい。いい眺めっすよ。今ね、インラインスケートを履きながら、インラインスケートを履きながら撮影中。いやひゅい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 。さあ駅ね、池のあたりをちょっと探索してみます。水は綺麗ですね、意外と。うん。意外と綺麗なんですよ。景色もいいとこです。わけわからんとこ汚ねえ道に来ちゃいました、なんか不気味っすね。さあさあ、いいとこですよね皆さん。シュイシュイ、景色もいいです。眺め最高。ここが、心霊スポットだと言われる池です。名前はふみくんが知ってます。この辺じゃなくて向こう側の方が怪しいっすね。なんかすごくいいんだけどな。これだ。分かってるわ。あれ昨日来たとこやね。昨日来てね。ここ。その発言は恐ろしいからやめよう。昨日来たぞ俺ら。我々が着いたのは三重県だった。ほんで、うん、これもあったんや昨日。昨日のとこもフェンス、うん、いやフェンスじゃねえ、この溝。ていうかあなたは何をしているんだ。ほら向こう側に緑の鉄棒も立っとるやろあれ。ほぼほぼ一緒。インラインスケートやろうかな。そうだよ、インラインとスケートに装備を切り替えて。移動するんや。また走ってきて。体験談とか言わなくて平気？何の体験談あるのこんなとこ。はい。何？三つ口池、キクさん、おとよさん、今橋さんという名前の3人の幽霊が出ると言われている。聞いてる？聞いてる。昭和43年作られたのに。昭和43年って何年前？51年前。俺昭和42年だから。
菊さん、おとよさん、今橋さんという名前の3人の幽霊が出ると言われている。それ以外にも湖面に浮かぶ少女の幽霊や自殺したと思われるサラリーマンの幽霊、子供の幽霊、雨の日に現れる女性の幽霊などが噂がある。その昔に2匹のつがいの大蛇が住んでおり、通りかかった親子を食べようとしたが返り討ちに遭い、オスの大蛇は殺されてしまった。残されたメスの大蛇は人間を恨むようになり、天竜川近くにやってきては吉田藩の人間を襲って食うようになったという伝承が残されている。あのな、日本に大蛇なんかいねんだよ。ヤマタノロス全否定。この絵面は面白いわ。完全に俺がだってもう行きたくねえから横着してるように見えるもんこれ。完全横着やんこんなお前。なんか刺して霊感強くもない場所を探すのめんどくさいから、もうあなた一人にぶん投げたっていうようなさ風に見えるもん。まったく。お前も買えよ。お高いでしょ。高々2万や。2万あったら新しいなんか機材買うもん。おるここに、うん、座っとりゃ。鍵。はい、ああめんどくさいなおめえ。やべえものに俺は使われるようになってまったな。さあこの池のね全貌をちょっと探索してみたいと思います。また昨日と一緒、インラインスケートです。もうねムイ君がさ最近歩かんようになっちゃって、よいしょ。では皆さん、まず柵を越えなくてはいけないみたいですね。ではこれが三口池の全貌です。こっちもねなんか昨日と同じ、めっちゃ綺麗っす。どうぞ。ではよいしょ。昨日行っとったでね、そうそうめっちゃ綺麗な池ですね。これこっちがねキャンプ場、見てくださいこの高原綺麗、いいね。おお、まあ池としてはちっちゃい方なのでしょうかね。まあいい池ですよ。ここに幽霊が何々ちゃんが出てくるらしいです。いやー本当のどかで綺麗な静かな池、夜になったらどうなんでしょうかね。僕もちょっと分かんないですね。この昼間では霊感があるって言っても、あまあこういうとこは来てもおかしくないって言うんでしょうかね。えでもまあティあそぼうじゃあ
まあこんなもんですかね。昨日行った池によく似てますね、感じが。人工池っていうもん。昨日行ったとこもそうや。そうですね、なんか勝手にできた池タイプじゃないですもんな。そうただ飲み水にされてるっていうだけの池だけはある。綺麗綺麗石もきちんとし、昨日と本当丸っきり、本当うり二つ。もうデジャブやと思っとるもん。あっちの感じも本当道がつながっとれば昨日と同じ。多分向こう行くとあの変な坂道あるかなっていう。今回のこれ向こう行ったら何があるんでしょう。何もない。行き止まり。行き止まり。あ、こっちは閉鎖されてるフェンスが張ってあって、で右側がもう 山道、こういう砂利道が続いてる、ずっと上まで。それを除けばほぼほぼ同じ。霊感含めて全部一緒。一緒。こういうの一言何言ってるか知ってる。すっげー無駄な時間。次のトンネル行きましょうか。次の場所。マジかここ本当？うん。なんていうか Google レビューにさ、この場所を K の 4WD で来るのをお勧めしますって言ってたって意味が分かった気がする。俺もだからあの坂道も嫌だなと思って。あの坂マジやべえ。やべえ。俺初めてだよ、ベタ踏みしてもおめえ20キロも走らんの。ちょっと歩いてこや。すごい。やばい。